陸王は池井戸淳による小説。小説スバルに2013年7月号から2015年4月号まで連載され、2016年7月10日に集営者から単行本が刊行された。2017年10月期に TBS 系にてテレビドラマ化された。埼玉県行田市にある旅製造会社、小葉ゼ屋は創業から100年の歴史を持つ老舗だが、 近年は、業績が低迷し、資金繰りに悩んでいる。そんなある日、四代目社長の宮沢孝一はこれまでの、旅製造の技術力を活かし、裸足感覚を取り入れた、ランニングシューズの開発を思いつき、社内にプロジェクトチームを立ち上げる。会社の存続をかけて、異業種に参入した、小はぜ屋だったが、資金難、人材不足、大手スポーツメーカーの嫌がらせや思わぬトラブルなど、 様々な試練に直面する。宮沢たちは、坂本や飯山の協力や、有村や村野の助言を受けて、試行錯誤を続けながら、ランニングシューズの開発に邁進するのだった。2017年10月15日から12月24日まで、毎週日曜21時から21時54分に、TBS 系、日曜劇場枠で放送された。主演は、役所工事。 日曜劇場での池井戸原作作品は、半沢直樹、ルイズベルトゲーム、下町ロケットに次いで4作目で、全3作と共通したスタッフで制作された。撮影は2017年元日のニューイヤー駅伝のロケから始まり、毎回のマラソン大会シーンやそれ以外のシーンにも、多数のエキストラが参加し、連続ドラマとしては、 異例の長期間に及ぶ撮影と規模だと報道された。また、劇中の、コハゼ屋の陸王とアトランティス社のリーは、水野が製造し、コハゼ屋の販店は、羽生市の小島染色工業が製作したほか、行田市内の6社は公式の関連商品を手掛けた。コハゼ屋宮沢や陸王協力者、大和食品陸上部アジア工業陸上部アトランティス、 埼玉中央銀行フェリックスその他、ゲストドラマの作中に、池井戸淳が手掛けた作品に関連するものが登場する。陸王田んぼアート撮影に協力した行田市では、放送開始から徐々に、小派手屋の外観撮影地など、ロケ地を回る観光客が増加し、宣米店に注文が殺到するなど地元のドラマ、関連商品の売り上げが伸びたり、旅製造の技術指導も行っている。 キネヤ旅は、ランニング旅、キネヤ、無敵の注文が増えた。行田氏は、陸王のドラマ化や、田んぼアート事業10周年を記念して、古代連の里南川の水田に、役所工事の似顔絵による陸王の田んぼアートを、制作した。なお、この田んぼアートは十万国万獣と陸王の、コラボレーションの際に発売された、陸王万獣のパッケージのデザインにも使用された。 陸王に関するカテゴリー、ありがとうございます。